亀岡市立亀岡小学校は、京都府亀岡市にある公立小学校。前身は、組合立亀岡小学校であった。市政施行前、亀岡市は、京都府南総伝群亀岡町であった。亀岡市として、1955年に、南総伝群内の16課町村が合併し、市政施行特例措置法により、人口3万人超えで市政に移行した。この時期に、 亀岡市が誕生し、同期に亀岡市立亀岡小学校と改称した。亀岡小学校の所在地は亀岡市内丸町であり、内丸の名の通り旧亀山城内と呼称される。1869年に三重県の亀山と混同される恐れがあるため、亀岡と改称され現在に至っているの一角に、置し、亀岡市立亀岡小学校の近傍には、 亀岡市立亀岡中学校並びに京都府立亀岡高等学校が所在する。長年、亀岡市内最大の小学校であり、1000人を超える生徒が通っていたが、校区内の人口の高齢化と少子化により、生徒数は現在、ピーク時の半分以下である。また、市内中心部であり旧亀岡町地域に存在するため、長年、 亀岡市内の初等教育の中心的存在であり、障害児学級や、聴覚や言語に障害を持つ生徒のための施設が、併設されている。亀岡小学校の運動場の南側一帯に、桜ヶ丘と称する小高い丘があり、児童生徒の格好の遊び場でもあったが、校舎の増築工事等のため取り壊され、その面影は今はない。しかし、校舎の増築工事が終わってからは、 敷地内の南側に桜が丘はある。ありがとうございます。